龍馬さん、お願いいたします。読む前にやるの？お母さんへ、急に驚かしてしまってごめんなさい。どうしてもありがとうを告げたくて。小さい時から心配と迷惑ばかりかけてごめんなさい。頑張れ。結婚式前日もワルマンばかり言ってしまいました。本当にやばいです。物心ついた時から始めていた水泳、そのおかげで僕はこんなにも人たちに出会っていました。するわ。学校の帰りに歩いてたら練習に間に合わないからと電車で迎えに行くくれたこと、引っ越しが多かったけどいつもスイミングの近くを選んで家を決めてくれていましたね。このことがとても嬉しかったです。大切な人とも水泳を通じて出会いました。ありがとう、本当にありがとう。三兄弟の中でも次々と自分で決めて進んでしまう僕だったけど、そのことを一度も否定したことはなかったね。全てのことに協力をしてくれたおかげでずっと夢だったスポーツトレーナーの仕事もできています。それも母さんがずっと応援してくれ、周りからどんなことを言われても大丈夫って言ってから頑張ってくれました。ありがとうを伝えたらすごく喜んでくれるのにいつも困らせるばかりです。お母さんが作ってくれた龍馬って名前も大好きだし、お母さんが与えてくれた応援の方も大好きです。そしてお母さんの息子が来てよかったなと思います。大きく座ってくれてありがとうございます。ご覧になりそうです。